オスオス還元亭無料配布ゲーをやろう。なんという入り方。それでどういったゲームなんです？どうやら謎解きパズルっぽいのだ。ほほう、パズルゲームですか。まあとにかくやってみるとしようぜ。ですね。おう、何か始まったようなのだ。ストーリー的なのもある感じでしょうか。あんまり長くなりそうならカットするのだ。本当にこらえ性がないですね。このゲーム BGM の下げ？そのようですね。適当に流しとこう。そしてストーリーは軽めな感じかな。添える程度な感じみたいですね。ギミックを探して作業を進めていくようだね。そんな感じですね。ひとまずチュートリアルに従ってやっていくか。まずは封筒から手紙を出しましょう。トリックだけじゃなくスライドで出すところが個人的にグッド。そして手紙の内容。内容的には頼まれた 3D プリンターを送ったよって感じの手紙みたいだね。この 3D プリンターを使っていろいろやっていく感じでしょうか。そんな感じはするね。あら、ぐるっと回せますね。こうやってギミックを探していくわけね。というかさっきから操作がおぼつかないですね。仕方がね、まだ慣れてないんだ。おっと、インベントリに保管されましたね。リアルナンバー書いてたし、それを使うところまで保管する感じじゃろ。確かに。こいつならいけそうって、そのために用意したんじゃん。確かに自分で用意した配置だよね。このハサミでテープを切るようですが、カッターの方がよくね。カッターがなかったんでしょう。それならしょうがない。ちょいちょいちょい、深くつき刺しすぎじゃろ。物によっては中のもの傷つけちゃいますよね。そして段ボールを開封。自分で開けるんですね。内側は自動で開くんかい。さあ、細かいのか細かくないのかよくわかりませんね。一緒。いや、サブタイトルじゃないんかい。くさ。なんか未来的な 3D プリンターだね。ちょっとした置物としても良さそうですよね。さあ、こっからが本番なのだ。頑張るぞい。ひとまず見回してみましょう。中に何か入ってるね。何でしょうか。そして側面にスイッチがあるようなのだ。まずはこれを押してみましょう。反応がないのだ。電力が来てないみたいですね。手何しれっと動かしてるんですか。いや、形状につられて動かしちゃったぜ。でまあ、なんか開いたみたいだけど。これはあれですね。さっき見たケース内のものをはめ込むと見ました。早速開けてみよう。そしてここで先ほどの手紙のシリアルナンバーを使うと、むほほ、楽しくなってきたぞ。数字を入れたらボタンをポチッとな。ご会長だぜ。おや、手紙はもう必要なくなったようですね。そして中のものはどうやらバッテリーのようなのだ。固定せずど真ん中に置いてるだけって、運送中危なくないですか。言われてみれば確かに。突っ込みどころはさておく、先ほどの場所にバッテリーを入れるのだ。お、反応しましたね。よしよし、電源がついたのだ。プリンターの状態も表示されてますね。あら、エラーが出てますね。ご丁寧にどこ見ればいいのかも表示されてるのだ。よくわからんけど、光ってる部分を中央に持っていけばいいかの。さてさて、どうやら合ってるみたいですね。やったぜ。それでとりあえず手前のを引っこ抜けばいいのかね。トナーが空なのがエラーの原因ですね。そして適当に選択したら新しいインクカートリッジだったのだ。そこにあったんですね。というかトナーなのかインクカートリッジなのかはっきりしてくれ。先ほどから混同しててややこしいですね。装着完了。これでシステムオールグリーンです。ふむ。動くようになったのはいいですけど、何をすればいいんでしょうね。多分実際に動かしてみるんだろうけど、どうすればいいんだろうか。ひとまずいろいろ探ってみましょうよ。確かにそういうゲームだもんね。ひとまずこの設計図的なのは違うようですね。となると何か実物となるものでしょうか。となると、まあこの M のメダルみたいなのが気になるよね。メダルかと思ったらバッチでした。バッチかい。とりあえずバッチを細部まで見ているのだが、
ギミックのようなものは見当たりませんね。とりあえずプリンターに使ってみるか。どう使うんだこれ。草、マーテ順も何もさっぱりですからね。ひとまず他に何か使えそうなものは。何かボードにたくさん貼ってますね。特に意味はないようなのだ。これ以上は机の上を探しても何もなさそうですね。となるとあとは CD プリンターをいろいろ触ってみるのだ。この時点の予想だと中にメダルを置いてそれをスキャン、そしてそのメダルを複製という流れを考えてたんだけど。考えてたんだけど何やってるんですか。なぜか置いたら勝手に次に進むと思い込んでたのだ。草、気を取り直して次進むぞ。どうかしましたか。タッチパネルでポチータと思ってたから完全に当てが外れたのだ。ああ、なるほど。どこで動作させるんだ。他に操作できそうなところ見当たりませんしね。そこ動くんかい。マジですか。その部分怪しいなとは思ってたけど、まさか横から回すとは思わんじゃん。せいぜいカバーになっててスライドで開くとか考えますよね。完全に固定観念というか、ドツボにはまってましたわ。ひとまずこれで作業が進みますね。それな、今更ながら適当にボタンを押したけど合ってましたわ。バッジのスキャンが完了したようですね。よし、中のオリジナルのバッジを取り出して、あとは複製するだけですね。カバー閉めて、そんでもって赤いボタンポチ。よく見たらボタンの下に順番を示したくぼみがありましたね。本当だ、全然気がつかなかったわ。観察が重要ですね。そして一瞬にして複製されていく超絶技術。バッテリーとカトナーとか現代っぽいのに、こういう部分は未来的ですね。それな、そしてバッジの複製が出来上がったのだ。質感とかも完全再現ですね。あのカートリッジ一体何が入ってるのやら。と言ってる間に話が進んでます。今後もこのプリンターを使っていろいろやっていく感じじゃろかね。どうやらそうみたいですね。今後も活躍してくれそう。どう働いてくれるのか乞うご期待。とここでチュートリアルもとい一生の完了なのだ。まだまだ序盤ですけど結構面白そうなゲームですね。そしてもっと観察力を鍛えねばならんな。動作スイッチ出すのに10分近くうろうろしてましたもんね。あれは参ったのだ。というわけで今回の動画はこれで終了なのだ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。また見てね。